東京世田谷区二子玉川駅前。夜7時頃になると一軒のラーメン屋台が出ます。ご主人山口運転さんは69歳、この道すでに30年、そして息子の元弘さんは29歳。この屋台の特色が親父さんが生けるこの花、毎日変えて飾ります。それに運転さんは俳句が趣味、これがお客とのコミュニケーションになります。獅子舞も幹によってか千鳥足、獅子舞も幹によってか千鳥足、いい味ですね。商売の前にまず塩でお清め。おや、開店前から早くもお客のようですね。夜7時、提灯に火が入るともう客の切れ目なし。今夜も忙しくなりそうです。この店のラーメンは麺が細めでシコシコした歯ごたえ、スープがあっさりしていてコクがあります。店がいっぱいで入りきれない客には息子さんが外へ出て注文取り、高校息子の応援で親父さんの手も弾みます。はい、お待ちどうさま。どうぞ。人気の卵丸ごと1個入りラーメン、1杯550円。親父さんの運転さん、元は染め物職人、もう時代が変わったと考え屋台に転用しました。以来30年、腰の痛みに苦しむ親父さんを見て息子の元弘さんが後を継ぐ決心をしたんだそうです。一句できれば筆をしたためて客にプレゼント。このあったかな触れ合い屋台が女性客にも人気です。はい、どうも。お客さんとね、こう直接触れ合うっていうのは少なくなりましたでしょ、今の時代って。なんか靴のお店なんかに入るとね、それがなんかここ来るとすごくその人情味っていうか、あれが味わえるっていうかな、それがいいかなって感じでコロッとする。年はとってもラーメン作りの腕は鈍りません。注文が重なっても鮮やかにさばきます。そしてどんなに忙しくても客への気配りは忘れません。膝を汚さないようにと、この心遣い嬉しいですよね。だからいつも大入り満員。あのね、私はもう今の自分の人生でね、あんぐらい楽しいものはないと。また自分の生活も支えてくれるしね、いろんな人に会っていろんな話を聞けるし、まあ社会勉強するには屋台が一番いいんじゃないの。それで僕にはもう自分でね、友達はもう定年で辞めたなんだって言いますけどね、僕には定年ないと。僕がここで死んだ時は定年だと。いや、嬉しいっつったら毎日お客さん来てくれることとね、あとお客さんのね、あのうちうちの話みたいなことをね、僕らにね、今日帰ってきて会社のこととかいろいろ話してくれた時がやっぱり嬉しいですよ。それだけね、帰ってきて落ち着けるような店になったっていうことですよね。親父と息子の花も実もあるラーメン屋台、冬のあったかな味が客の心に染み入ります。たとえどんなに寒くても、この駅前だけは別天地。そしてこちらは北海道札幌、冬の寒さが体の芯まで染み入ります。札幌はご存知ラーメン王国、屋台の味はどうなんでしょうか。駐車場というとここかな。あ、すごいすごい提灯があります。これが目印でしょうか。行ってみたいと思います。おお、ありました、ありました。駐車場にはタクシーがずらり。運転手さんはうまいところをよく知ってるんです。ラーメン屋さんなんですね。じゃあちょっと入ってみましょう。はい、こんばんは。どうも。あ、ここで作ってる。あ、これは車ですよね。そうです。あ、女性が作ってるの。そうなんだ。どうですか、売れ行きは。はい、おかげさまで。え、上々。はい、そうですか。ここのラーメンはよく見えますか、食べに。ほとんど毎日です。ほとんど毎日。あら、解禁症だ。あら、やっぱりそれはもちろん美味しいから来るんだよね。そうですね。うん。札幌ラーメンの特徴は太めの縮れた麺。スープの味はこってりとした濃いめ、コシのある黄色い麺によく似合います。体の中から温まります。はい、麺の方は、札幌ラーメン特有の、まあ、太麺というところですね。
この屋台には注文取りのボーイさんがいました。車から出なくても食べられるという嬉しいサービスです。とにかく冷めないうちに素早く運ばなくてはなりません。しかも間違いなく配るのが役目。駐車場ではラーメン配りのボーイさんが走り回っていました。外は雪でも、車の中なら寒さ知らずです。こんばんは。どうも。ちょっといい？ちょっといいですか？タクシーの中でお食事中。そうですか。今日は何時からのお勤め？朝7時。7時から。じゃあこれが夕食ですか？夜食です。夜食ですか？次から次へとやってくるタクシーで、札幌すすきのの屋台ラーメンは大繁盛。ところでね、札幌以外に美味しい屋台のラーメンって言ったらどこら辺ご存知ですか？釧路とかって言いますか？釧路、はい、釧路に美味しい屋台のラーメンがある、はい、ああそうですか。冬です。日が落ちましてもう冷たい風が耳をちぎらんばかりに冷たいです。この付近にですね、いまだに屋台でこう引いてラーメンを売ってらっしゃるという方がいらっしゃると聞いて、伺ってみたいと思います。あ、ありますね。真っ赤な屋台ですね。真っ赤な屋台。真っ赤な屋台の主はこの人、赤いセーターの足助功さん62歳。東京の中華料理店でコックをしていたというその腕は折り紙付き。屋台を引いて32年、どんなに縛れる日でも休みません。やっぱり今日は何度ぐらいかしらね。この風だったらね、12、3度だと思うんだけど。ちょっと待って、マイナスの話でしょ。そうです、マイナス12、3度、はい、でそういう時はだけど風があるから大体16度ぐらいになる。そんなになるの？じゃあちょっと来てください。何枚ぐらい着るのかね、ちょっと見てみたいもんな。ね、ああこれコットン着て、長いもので1本着て1、2と、ね、肌着が2枚にトレーナー1枚。そうですね。それに今度は、これは奥様の手編みですか？そうです。にくいね。風が通らない。4枚重ねた上にキルティングの防寒着、それに帽子、マスクをつけて厳重に身支度をします。そして長靴には滑り止めの紐。これはご主人の安全を願う奥さんの仕事です。慣れてはいても凍った道は滑りやすいもの。奥さんはいつもご主人が帰ってくるまで心配です。寒いね。寒いですよ。でこれやっぱり奥さん送り出すときは心配でしょ。そうですよ、毎日ね。屋台には赤い安全灯、これまでに3回も交通事故に遭っているんです。1回目はハイヤーです。ハイヤーにぶつけられて、はい、2回目は2回目はジープです。ジープ、はい、3回目が3回目はオートバイです。バイク、はい、ひどいね。でジープの場合は飲酒運転、あららら、それからハイヤーの場合には脇見運転、あららら、それからオートバイの場合は居眠り運転。ひどい。準備万端整いました。極寒の世界へいざ出発。商売繁盛安全無事を祈りつつ見送る奥さん、こんな毎日が32年も続いています。そしてその32年の間に町も人も変わりました。昔 の, その食べ物もない時なんですが、はあ、昔の人は情緒がありました。ああ情緒があった、はい、うん、そしてすごくその屋台屋さんをやっぱり愛してくれましたから、大事にしてくれ、大事にしよう。今は今は我々に鼻で散りかんだような形が多くなりました。そう、はい、ふんなんつって頑張ってはきましたが、足助さんも62歳、近頃はあと 2,3 年で引退しようかなと考えるようになりました。最初に屋台を止めたのは馴染み客の多いポイント、滑り止めをして固定します。そして取り出しましたるは愛用のチャルメラ。途端に馴染み客が現れました。いくつ？5つ。足助さんのラーメンは東京風のあっさり醤油味、細い縮れ麺でこれにスープがよく絡みます。
お値段は1杯500円、量もたっぷりあります。具のチャーシューは足助さんの手作り、吟味した豚肉を使った自家製チャーシュー、これがまた客に人気。滑りますよ。夫婦行って食べるのがラーメンの信条。湯原さんも出前を手伝います。はい、おはようございます。はい、おはい、はい、ラーメン誰、はい、はい、どうもね。外とはこんなに気温の差があるんですね。一歩中へ入るとカメラのレンズが曇ってしまいました。この時間に来るからね、もう早いとこ来た時さっき待ちきれないで表で待ってた。もう大体来る時間だと思う。どうぞごゆっくり。どうもすみません。じゃあお父さん、今日のメインはお父さんだから。あ、もう35年付き合った。あ、35年も付き合った。ラーメンは食べないの？一番古いね。いつも食べてる。あ、いつも食べてる。ラジでは食べられないの。あ、そう。ラジのラーメン食べたら釧路じゃなきゃ食べられない。うん、あ、そうかね。お酒飲んだ後のラーメン美味しいんだよね。最高。最高だね。うん、で、あと 2,3 年しかやらないなって言ったけどさ、やらせるもん。やらせるもん。なんとなんと足助さん、まだ当分引退できそうもありませんね。それにしても足助さんの足の速いこと。速いんだ、スピードが。足助さん、こうして凍った道を1日平均8キロは歩くとか。チャルメラ片手に深夜まで屋台を引きます。馴染み客は何人ぐらいいらっしゃる？ちょっと数えきれねえね。だいたい100人。いやいや、何千人ですよ。本当？はい。親子3代食べてますからね。ああ、そう。はい。すごいね。親子3代食べてますとやっぱり3万ぐらいになるんですよ。やっぱり長く続けるっていうのも本当に商売には必要なことなんだね。それはもう2年や3年なんて言ってらんないじゃん。じゃそうですね。そうですね。だけど、うん、体が持つか持たんかね。待つ待つ。大丈夫大丈夫。それが問題なんだね。みんなもう待ってるんだから。3万人ね。そうですね。すごいこれ。味はいかがですか？最高ですね。最高ですね。昔の味と同じ。あ、やっぱり一緒。昔ってじゃあお客さんは何年ぐらいお父さんのラーメン食べてますか？もう20年以上だね。やっぱこう言われると嬉しいよね、お父さん。ね。大勢のファンが待っている足助さんのチャルメララーメン。今夜もまだまだ頑張らなくちゃ。いいでしょ、大丈夫大丈夫、俺がいるから。いいね。本当いい音色ですね。今度はミュージシャンの湯原さんが挑戦。こっちから上げてください。結構苦しいやね。苦しいですよ。あ、これで将来僕は屋台引いても大丈夫ですね。チャルメラはなんとかいけるね。なんとかいきます。あれ、あ危ない。夜が更けるに従ってますます冷え込みます。気温もさらに下がってマイナス18度。道路はカチンカチンのアイスバーンです。はい、大丈夫よ。はい、いや、なったよ。そして着いたのは市内の病院。ここにも足助さんのラーメンを待っている人たちがいました。あ、夜勤のね。どうぞ。はい、どうぞ。いただきます。イエーイ。食べたいよ。僕はこの次、この次ひとしきり。よろしい。何、お箸よ。はい、お箸。イエーイ。おいしい、おいしい、おいしい。男の先生も女医さんも看護婦さんもみんな一気にすすります。夜勤の疲れもどこかへ吹っ飛ぶラーメンタイムです。はい、はい、どうぞこっちで食べてちょうだい。はい、やっぱりチャルメラがない時は寂しいよね。はい、そうです。例えばお腹空いた時に吹雪かなんかで来れない時はどうするんですか？いや、その時窓から見て、あ、行っちゃったという感じで見てます。あ、そうなの。ね、その時はなんか空腹が余計倍増するね。はい、そうです。やっぱり特にほら若い人たちが多いから、はいはい、食欲旺盛だからね。うん、足助さんのラーメンで体も温まり元気が出ました。冬の夜にチャルメラの音いてつきぬ。足助さん、いつまでも元気で。